中泊ビーチは沖縄県中部恩納村恩納の駅中ゆくい市場前にあります。自然のビーチでウミガメも産卵しに来ます。西海岸に面し、青とエメラルドグリーンのコントラストが絶妙な美しさで奏でる恩納村のビーチ。ここ中泊ビーチは皆さんが遊びに来ることができる貴重な海岸です。遠浅で波も穏やかなんですよ。綺麗な海を見るならおすすめの恩納村エリアのビーチの一つであります。ありのままの自然、白い砂浜が 600m ほど続き、昔から地元の人の暮らしの中にあるロングビーチです。近隣にはスープが美味しいシーサイドドライブインや中泊海産物食堂などがあります。沖縄絶景中泊ビーチ、ここはおすすめビーチポートレイ。今回はこれをやります。こんにちは。番組を見ていただきありがとうございます。写真家の纐纈和義です。ボンジュールフォトチャンネルでは写真がさらに楽しくなる、皆さんの人生がもっと豊かになる番組を目指しています。チャンネル登録いただけると嬉しいです。この歩道を 2,3 分歩くとビーチが目の前に広がりますよ。今回はこのビーチでモデル撮影をしてみたいと思います。モデルは前回配信した世界遺産ザキミグスクでのあやみさんです。今回は真夏での撮影になります。はい、ここはよく来る恩納村のビーチです。素晴らしい透明感があります。今日は暑い日差しが出てきました。これが中泊ビーチの全景です。人は誰もいませんでしたね。この時は涼しい風が吹き始めたかなり遅い夕方になって、地元の方が数人来られました。この美しい砂浜にはところどころテープで囲ってあるところがあります。その場所にはですね、ウミガメの卵が産卵されています。そしてやがて満潮の夜になるとですね、卵から帰った子ガメたちは一斉に海の中へ入っていくそうです。そのように地元の方から伺っています。見学できるといいですよね。ではこの後太陽が傾いた頃に実際に撮影に入っていきます。はい、恩納村のビーチからでした。撮影は夕日の自然光のみ、またはストロボ1灯または2灯を使っています。できるだけ撮影データを記載しておきましょうね。後半はモデルのあやみさんを撮影した画像をさらに高速に夕日がより印象的になる画像編集する手順を紹介します。是非最後までご覧ください。では撮影を進めていきましょう。モデルのあやみさん、とても日差しが強い午後4時頃から日が暮れるまでの撮影。海の中に入ったり波打ち際に寝そべったり、ポーズや動き、大変お疲れ様でした。撮影はこれで終わりです。この後今撮った画像の簡単超高速画像編集を紹介しますね。今流れている動画は同時に撮っていたサンセットタイムラプスムービーなんですよ。2秒に1回シャッターを切って33秒の動画にしています。その一部を使っていますよ。はい、あやみちゃんのビーチでの今にも沈んでいく光のがとっても柔らかい夕日を見つめるシーンをレタッチしていきたいと思います。この辺りがオレンジ色かかっています。顔もね、いい光が入っています。波が打ち寄せてきています。では次にポートレートを選んだら、次に基本補正開きますが、このスライダーをね一つ一つやってると時間がかかるから自動補正でまず動かしてみてね、違和感があればそこで少し微調整をすることにします。では見ててくださいね。このスライダーが瞬時に変わります。上6つ特にね。ではいきます。3、2、1クリック。はい、明るくなっていきましたね。画像がほぼ触るとこないくらいだね。サイドがちょっと上がりましたので、顔をね、色をね修正していきたいと思います。カラーミキサーから輝度を選んで、ここです。輝度ターゲット調整ツール左クリック。ここ何も今輝度のねカラーの部分がスライダーは全部ゼロのままですが動きますよ。明るくしたい部分を右にすれば明るくなっていきますが、オレンジ色や赤色が右に移動すると思います。いかがでしょうか。オレンジ色と黄色が動きましたね。ここにはその色があるんですね。あとここのねブルーだとかアクアの色を出してあげたいので、ブルーは少し足します。からアクアも足します。その輝度もそれぞれスライダーで調整していきます。から黄色ですね。イエローもちょっとこう分かりますか。このビーチの砂が変わるんですよ。そしてサイドも落としましょう。フロー現像の最後に次基本補正のテキスチャー、これをどうするか。これ髪の毛が出るんですよ。明瞭出すとこう出てくんだけど、髪の毛のトーンは一本も出てくるんだけど、水滴も出てくるんだけど、顔がややね荒れた感じになります。少しずつやります。顔が荒れないように。まあ学生さんなのでね、あやみちゃんは肌はとっても綺麗な子ですね。ではこれを一旦開きます。ではこれをね、水滴が1個ずつついてます。わかりますかね。これがとってもね情感があるんですよ。この情感を生かしながら、ここでニックコレクションカラーエフェクトプロ4にプラグインします。ニックコレクションにプラグインしました。はい、もうすでにねクロスプロセス、グラマーグロウ、プロコントラスト、リフレクターがかかっています。グラマーグロウっていうのは大事なのね。ここねキラキラ感が出るんですけどね、あまりかけすぎないことが大事。はい、次にプロコントラストの数値はこのようになっていますね。 OK ですね。はい、リフレクターもこのようにかけてあります。ライトの向き、これが明るくなるんですよ。この辺がねとっても明るくなるんです。はい、では一旦これを OK をします。はい、今ニックコレクションのデータを読み込んでいます。レイヤーの上にもニックコレクションのレイヤーができていますので、はい、これで完全にニックコレクションの先作った色なんですけどね、これだけ違うんですね。ニックコレクションのフィルターで作ったデータをどれぐらい重ねるか。これ0持っていけばね元画像のままですが 66% ぐらいにしましょう。ではこれを統合コントロールシフト E で統合。あ、ここだけちょっと暗いからちょっと気になるね。スポット修復ブラシを使います。円の大きさも大きくします。消えました。はい、これであやみちゃんの夕日をじっと見つめる渚のポートレイト完成です。はい、ちょっとおまけです。はい、これに対してですね、やはりオレンジアンバー系の色を出したいので、調整レイヤーからレンズフィルターをクリック。はい、このウォーミングフィルター85というのを出します。この2つのレイヤーをコントロールシフト E で統合。おまけレタッチ完成です。あやみさん、夏の暑い中モデルをありがとうございました。撮影機材は記載の通りです。 BGM 音楽はそれぞれの動画やシーンに合わせて自分で作っています。皆さん、最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いいたします。コメント大歓迎です。今回はこれまで。次回動画配信をお楽しみに。ではまた。 See you again!